公園都市線は、兵庫県三田市の横山駅から、ウッディータウン中央駅までを結ぶ神戸電鉄の鉄道路線である。神戸三田国際公園都市のフラータウン、ウッディータウンの中央を貫くニュータウン路線。横山駅では、新海地側から分岐し、三田線三田駅方面と直通できるようになっており、福知山線利用による大阪方面への利用に重点が置かれている。現在は、 全線単線だが、横山駅、フラワータウン駅間のトンネルを除き、複線化用の用地が確保されている。なお、正式な起点は横山駅だが、列車運行及び旅客案内では、ウッディタウン中央駅から横山駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。公園都市から JR 宝塚線への連絡輸送では、新規バスと競合している。 すべての列車が普通列車で、三田線に乗り入れて、三田、ウッディータウン中央間に運転される。ワンマン運転を行っている。深夜を除き1時間あたり4本が運行されている。三田発の最終列車の発車時刻は0時32分発で、ウッディータウン中央到着は0時44分である。2021年3月13日改正以前までは、 三田発の最終列車の発車時刻は0時53分発と、遅く、ウッディータウン中央到着は一時を回っていた。各駅ともホーム有校長は4両分確保されているが、営業列車は全て3両編成である。4両編成は団体臨時列車で入線する場合がある。2021年3月13日改正時点では、大半の運行時間において、 南ウッディタウン駅と横山駅で行き違いを行うパターンダイヤとなっているが、朝夕の一部列車はフラワータウン駅で行き違いを行うダイヤになっている。公園都市尖閣駅における各年度の1日平均乗車人員は下表の通り。大阪県における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画についてでは、 ウッディータウン中央駅からカルチャータウンへの延伸が等身に盛り込まれている。また、兵庫県はさらに、ハリマ陸鉄道という名称でさらに、青までの延伸を構想している。ありがとうございます。